竜部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時典214部首では212番目に置かれる。竜字は古代中国における伝説上の動物である竜を表す。体が蛇のように長く鱗や爪を持ち、雲を起こし、雨を降らすことができる。駅文言殿に雲は竜に従い、風は虎に従うとある。また、 真意の霊獣として、来季霊雲編には、林、大鳥、亀と共に四霊の一つに挙げられている。さらに、龍寺は、星座の名であり、四像の一つである、東方僧龍七宿を表した。また星の名であり、木星を指すこともあった。その他、春馬を指し、龍区という術語を作った。また龍は、帝王の象徴であるので、天使しか持てないものに、龍が付けられ、 そのお旗を、龍、その車をリュウゴシ、龍語し、竜が、龍魚などと呼んだ。変貌のイフとしては、龍や龍に類似した動物に関することを示すが、多くはない。牢や両といった音を表す小譜として使われることが多い。竜部は、このようなイフを、構成要素に持つ漢字を収め、また小譜を、構成要素に持つ漢字の内田の部に、分類しきれなかったものを収めている。 焦点の字型については、説問会字が、肉と火を、衣服を、銅の省略型で勝負とする、形成文字であるという。甲骨文や金文など小文字を見ると、肉部分は大きな口あるいは、髭を持った頭であり、火部分は、長い邪神の形である。若戸あるいは装飾と思われるが、大鳥の古事などにも見られることから、心霊たることの証を表すのかもしれない。 流字の字体は地域によって差異が見られる。印刷書体において、後期時点は流字の一画目を短い横画とする。中国の新字形、台湾の国字標準字体、香港の常用技字形表はこれを点画とする。日本においては、人名用漢字別表が一つの規範になるかと思われるが、ここで一画目は短い縦画とされている。 表外漢字や座対表を見ると、カゴや、ローの、竜の一画目は縦画になっている。ただし、表の微光欄に、デザインの異なるものがあることが示されており、縦画か横画かは、自体の差でなく、デザインの差であって問題にする必要のないものとする。ガツ部分は肉付きであるので、これに従う。すなわち、後期時点、日本、中国、 香港は同じく最初の画を縦棒とし、中の二角を横棒とする形であり、台湾だけは最初の画を払いとし、中の二角を点と右羽の、形にする、包みにく方々である。日本の常用漢字では、竜に対し略字の、竜の字体を採用している。ただし、竜の字体も人名用漢字として用いることが認められている。構成要素に、龍を持つ。 滝は、常用漢字では、竜の部分を、竜に置き換え、滝を信じたいとしている。同じく、竜を構成要素に持つ、重ねも、常用漢字ではあるが、この字については簡略化は適用されない。氷害字は原則として、竜のままであるが、カゴについては、拡張信自体の、カゴも広く使われている。しかし、2010年に常用漢字入りした際には、 カゴの字体が採用された。一方、中国の艦体寺では、草書体により、を用いている。流読み方イコール鉄、でちありがとうございます。